で書き行く。あ、懐かしいね。ホタテ一つと、はい、え、いやホタテだけでいいわ。あのホタテ二つ。二つで、うん、はい。なんかいっぱいなるよ、食べてみ。すごいね。甘い。甘い。甘いし新鮮だよこれ。おいしい。前マグロ食べたとこでしょ。うん。この箸打っとる。うん。おでん屋さんやったるん。これは、なんかこれで花を探してみて。すごい。そうだね。あ、でも一人2個ぐらいならいけるやん。マグロ食べる。ええ、食べる。ありがとう。醤油がうまいよ、ね、昨日からね、ちょっと甘めで、でも甘すぎないから美味しい。なんだろう、だし醤油わかんない。いじくらしい見とった金沢弁や。こっちから取っていかな。イージーイージーイージーって発想は発想イージーいいよ、分かる。壊すは使うの。気の毒な。気の毒ながありがとう。気の毒なって。そこのおでん屋さん。食べる？うん、食べる。何しよっかな。大根一つと、うん、カニ麺やと。これ何これ。これはエビ麺です。エビ麺、へえ、はい。あ、私は、クルマブと、と赤巻き、はい、でよろしい。この筋です。うん、筋一つ。これなんか飲み物買ってくる？そう。何がいい？ノンアル？それとも？あ、ノンアルあったらノンアル、なかったらお茶でいい。お茶。この間もここで食べた？パパさんたちは食べてないの？うん、満席やった。あ、へえ。やっぱこの時間帯が一番いいんだ。
チーズ。安定のかまぼこ。え？安定のかまぼこだ。うまいんやけど、やっぱ薄く感じる。ここは多分薄いよね。駅前のところはちょっと濃かったけど、ここに比べると。醤油入れたらダメだ。ダメだね。これは人それぞれの好みやでね。あかん、東海地区は味が濃い。ニューヨークですね。俺は好きやけど。どんぶりものばっかりなんだ。食べたら終わっちゃうね。普通の回転寿司ってみたいね。食べたい。ちょこっとマグロ以外のものをちょっと。どうなる今よ。あんた、じゃあ。だけど。お、カニあるよ。ねえ、さっき選ぶよ。私？私が食べれるの。全然。取らたくない。と思うよ。トロタケ。でけえな。でも、うん、いいんじゃない。いくら。軍艦。いくら。一つ一つ頼めるの。いや、一つっていうことは一皿じゃないでしょ。でしょ多分。1つ注文したい、2つ注文したいの意味が分からないから、とりあえず1つ1つ1つにしてみる。行ってみようか、とりあえず来たら分かると。いろいろ何かねえかな。トロタク。でもトロタクの中はわさび入ってる。あ？わさび入っとる。結構ギルッと効いてる。おいしい。金沢らしいものは何も食べてないの。頼んでないか。美味しいよ、めちゃん。ん？めちゃ美味しい。うん。うまっ。うん。はい、どうも、ごちそうさま。11時より、今何時？まだやってない。あー苦しい。そんなに食べた？
こんな風になってたんだ。すごいね。これは知らないわ。ここもお寿司屋か。あ、でも丼屋さん。すごい。そうなの。うん、トイレは大丈夫。ドリンク的なものはなかったね。ドリンク的なものがなかった。のという、うん、油握り、うん、すごい。すごいね。風もすごいし、波もすごい。そうなんだ。こっちも向こう真っ白やね。交差で。でも綺麗。海はいいね。今度キャンピングカーで道の駅巡り。あ、足湯がある。そこでいいよ。靴失敗しました。砂の方行ったら全部入っちゃう。あ、やっちゃったよ。
わあ、砂が入ってくる。砂が入ってくる。デザートかな。デザート？ええ。デザート言ったって飲み物のね。デザちゃんとしたデザートはあれでしょ？あそこの茶屋で。かわいいね。茶屋のところにあるんやろ？うん。そこでデザートタイム。ここは飲み物タイム。よいしょ。すごい風だよ。残念だったね。行きたかったな。わあすごい。これ完全に砂場ないじゃん。砂浜がないやん。それは走れよ。それは走れないよ。ここやもん。わあ。残念。おお。向こうから走っていくの？残念症だ。目の前までもう海が、ね、波来てる。ドローも完全に無理やな。あ、なんか当たり前に上げた途端に壊れるわ。でもね、またいつかチャレンジ。能登千里浜道の駅。